はい、こんにちは。さあ、やっていっちょか。バイオヘッド。リーダー編のラストチャプターですね。さあ、ウェスカーの思惑ってどうなるのか。初っ端ね、まさかのクラウザーちゃん死んじゃったのっていうね、驚きから始まるというところなんですけれども、そうか、あれを教員の持ち主だとあくまで実力は認めない模様。では、サグラの解除を取り決めがおうということなんですけれども、まあ、果たしてどうなるかっていうことですね。Don't forget who is running the show.Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. 理屈としてはわかるんですけど、レオンが消えないと困るっていう理由は何なの？この別にな、アシュリー奪還するくらいしか役に立つところはないと思うんですけど、どうなんでしょうね。ということで、相変わらずスタート地点で待ち構えるこのおじさん。What are you buying? Thank you. OK. じゃあこれだけあればもう多分安心だよ、ね。これ以上もだってエイダ編で購入するっていうことないですよね。Is that all? まあ、とりあえず売れるだけ売って進んでいきましょうか。さて、この先にいて何が待ち構えているかというところなんですけど、まあ、ちょっとスナイパーライフルね、使うところはもうなくなって、うお、ちょっと待って、ちょっと待って、つらね、オッケー、オッケー、痛い、眼帯の代わりにね、こいつ差し込む、ああ、意外と弱いですね。はい、じゃあ、次、手榴弾、まあ、これどこなんだろうな、樹脂、なんか登っちゃった、急いで取らないといけない気もするけど、ここは敵、思いっきりいたね、オッケー、あ、オーム、3、何も落とさない。あ、ここにブルーアイがあるね。ってことは、盲目になるかな？なんだ、盲目の蝶々だ。画面いったわ、盲目だからか。あ、いいな。子供ができたみたいな話があって、その時に高校の時になんかとさ、ちょっと思い出した話があってさ、あの、まあ、とある、まあ、好きな歌があるんですよ。でとある好きな歌の中にね、まあ言ってしまったら牧原紀之の曲なんだけど、牧原紀之の I need you、 危ないのね、危ないのね、 I need you っていう曲があるんですよ。 I need you のCメロだったかなの中に、神様、誰にも教わらないのに誰かを好きになる気持ちをどうして僕らにくれたっていう歌詞があったんですよね。でそれがすげえなんか染みるというか、まあなんか考えさせられるなと思って、この歌詞良くないってね、当時クラスは違ったのか、音楽のクラスで 一緒になった、ね、男子に聞いたらね、で全然意味が分からへんっていうね話をねされた時、こいつは人の心ないんだって思ったことがあります。だいたいね、牧原さんのね曲のね、歌詞をね、何にも感じない人に関してはぶっちゃけ ね、人の心がないと勝手に思い込んでるんでと思うよ。なんですよ。例えばさ、5つの文字っていう歌とかね、ありがとう、じゃあ当たり前をありがとうに変えようとかさ、
だから、まあ、どんな時もね、好きなものを好きって言える気持ち、抱きしめたい。感情に素直な、まあ、歌詞が多いわけさ。それをさ、体に言ってるのにさ、まあ、感情がないんだろうな、こいつって、ついつい思っちゃってる。まあまあ、そんなことをね、言っちゃ、ダメなんだって、さ、まあ、その好きな曲が、嫌いな曲とか、好きな歌詞、好きな歌手、嫌いな歌手とかあるんでね、まあ別にマッキーが、好きじゃないってなったらそうかもしれないけど、うん。ただね、マッキーはね、我々、私含めそいつはね、好きでないといけない理由っていうのがある。それを言っちゃうとね、個人が結構特定されちゃうので、ちょっとその理由から言うことができないんですけど、好きにならなきゃいけない理由があるんですよ。それは言っちゃう。あとはね、普段からね、やっぱりね、感情を出すっていうのは素直にやっといた方がいいですね。その理由は簡単で、人間って脳とかって慣れによって構築されていくものなんですよ。でその慣れがやっぱりね、その習慣化 を作ってくれるっていうものがあるんですけど、残念ながらね、その心を感じなくする、感情を表に出すっていうことをしないままでいてしまうと、いざ泣きたい、怒りたい、笑いたいってなって、それが表に出せなくなっちゃうんですよね。かどう笑ったらいいかがわからない、失敗したスマイルを食べたキラーがずっと笑っちゃうみたいな、その怒ってるのに笑っちゃうとかね、っていうような状態になっちゃうの。感情がなんかもうわけわからなくなったりとかするんで、だから感情に表に出すと、なんかね、その女の子がさ、すぐ泣いたりとかしたらすげえめんどくせえとかっていう男子とかがいたりするけどさ、違うんですよ。それをすることによって、人間ってその理性とは別にね、その感性っていうものが唯一与えられた生物だから、そのやっぱり、ね、差別化とか強みって出さなきゃいけない。それがなかったら人間と呼べないの。そういう部分はしっかりと出してあげなきゃいけないという感じですね。そういうのやめてほしいよ。そうなんですよ。嫁さんとかがね、付き合ってる時なんかによくさ、ちょっとしたことがあった時に、泣いたりとかしてたんですね。で、いつも泣いちゃってごめんねって思うんですけど、僕あんまり泣かないタイプなんで、逆にそれが羨ましいなって思って、その泣かないっていうのはその感情がないからとか、そういうわけじゃなくて、泣くこともないなって。息子切り取ってよかったと、回復したらよかったよ。あぶくんだけどさ、ちょっと待っているのかよお前。そういうことですわ。結局はそういうことですわ。僕の場合は表に出す感情っていうのは怒りしかないけどね。逆にさ、なんて言うんだろうな、怒りもしないしさ、泣きもしないしさ、なんか常に一定のトーンのやつとかってさ、なんか一緒に出てさ、つまんなくない？ずっとテンションが一定でさ、安心感あるかもしれないけど、面白いか面白くないかで言ったらつまんないよ。最後の難所になってくるのと、敵が大量に出てくるっていう意味では多分難所になるんじゃないかなと思うけど、どうしよう、持ち替えたものがひとまずいらないから、エイダ、今更だけどさ、すげえ姿勢よくない？すごいピン、背筋が。早いのに出てくるのかね。すげえめんどくさいことになってる。とりあえず近くにいるやつだけをちょっと始末してきて、あれどこ行った？
どこ行った？あれ？待って。あれ？ちょちょちょ。あれ？いなくなった。あれ？あ、倒せたのか。ちょっとよくわかんない。なんかよくわかんないままにあいつ溶けてるな。多分だから、あの一発でぶち殺すって。なんか下の方にチラチラと見えた気のせいか。完全に今ライフルの方が貫通してたけど、まあそれならことは禁止。回復があと2つか、足るかな。あとちょっと地味にね、ああいうのガトリングやると戦うときにね、あいつらちょっと砲丸がね、なんかいった、ほらこういうこと、そういうこと、めんどくさいんです。これね、いつもね、弱い。いつも回復しないで進めて死んでまたやり直しっていうパターンになるんですよ。ところが、まあ今回はセーフ。あら、回復薬があと2つしかない。やばいね。とりあえずちょっと弾が損ねして。やばいね。回復薬が欲しいけど手に入るか。とりあえずここを切り抜けたら一旦、多分もうちょっと長いパートになると思うので、ここで僕は区切りたいと思うんですけど、反対側も開いてそこの門をくぐったところまでは進めておきたい。切なる願い。 OK、 くぐって、でもなんかさ、その人気が出るさ、その芸能人とかさ、まあ、YouTuber とか TikToker の人たち、なんかやっぱ感情が、まあ、モテるようにそのかっこいい、かわいいは除いてよ。だってヒカキンなんかさ、どう考えてもさ、B じゃん。だけどやっぱあの人のそのめちゃくちゃ楽しんでる姿とかを見たらさ、みんななんか、ね、まあ、そもそもがいい人っていう前提もあるけど、なんかやっぱりみんななんかね、その楽しさが伝わってさ、ヒカキンのこと応援しようみたいな。やっぱそういうね、感情をね、表にきちんとね、出す人っていうのは、人気を博すんじゃないかなと思うんです。逆になんかさ、クール気取ってさ、そういう人って人気出ない、まあ、なんか絶対わーって終わりみたいな、そんな感じだったりするけど、ね、逆に熱すぎてうざいっていうパターンもあったりするかもしれないけど、とはいえね、やっぱりなんだかんだね、感情を表に出してる人の人情味があって一緒にいて楽しかったりとかすると思うから、まあ、皆さんもね、感情を、まあ、普段から表に出すっていうのは、生活習慣としてね、やっておくのは損がないのではないでしょうか。損がないのではないでしょうか。日本語合ってる？合ってるな、合ってるな。うん、ということで、ここくぐり抜けたところで、まあ、区切りがいいところに来ましたんでね、一旦ね、ワンコンパートはここら辺で終了させていただきます。